ここがすごい、モームスピンクレディに挑戦。番組が生んだ最大のスターピンクレディを演じるのはモーニング娘。のお二人。私のコンサートよりもなんか緊張してる。撮影初日、主要スタッフへの紹介にも緊張気味です。ピンクレディのお二人、高橋愛ちゃん、高橋愛です。新垣りりはなんです。新垣りりはです。よろしくお願いします。二人の衣装は今回の撮影のために当時のままに再現されたものなんです。行きます。行きます。ピンクレディが引退してから生まれた二人、果たしてピンクレディのことを知っているんでしょうか。お母さんは大好きで、うん、もう振り付けが完璧なんですよ、うん、あのピンクレディさんの。もうずっとこうテレビにピンクレディさんが出るたびにこう見て覚えてたんだよっていう話も聞いたりとかしてて、だから私も幼い頃からピンクレディさんの曲とかは知ってて、うん、UFO とかそういうの真似できるところとかはよく知ってたりとか。渚のシンドバッドは私たち一緒に踊らさせてもらったんですね。一緒に何年か前に一緒にやらせてもらって、すごいなんかそこでもやっぱり感動してて、なんかこうやってそのピンクレディさんがそのスター誕生に出られたところをできるっていうのは、わあ素晴らしいことだなっていうのはすごい思います。このペッパーケーブルでデビューしたピンクレディは阿久悠作詞、徳良俊一作曲のコンビで国民的アイドルへの道をひた走ることになります。実際にオーディション番組からスターになったモーニング娘。が演じるスター誕生のピンクレディ、ピンクレディの隠された秘話にご期待ください。